新たなエッジに見よう。ギリギリスレスレのところで音を想像し続ける男 TK。 1997年という1年は TK にとってまさに夢を具現化し、新たな夢をさらに追い越すという超人的なスピードでエッジを拡大した年であった。3月、 TK 自らがミュージシャンとして活動するグローブ、そのセカンドアルバム Faces Places を引っ提げて TK は4大ドームツアーをスタートさせる。大阪ドームのこけら落としを皮切りに、東京、福岡、名古屋で延べ25万人を動員。前人未到のスケールを持って観衆を魅了した。ドームツアーの興奮も冷めやらぬ5月、 TRF、安室奈美恵、さらにグローブを伴って台湾でのコンサートを敢行する。日本国内を制圧した TK にとって次のターゲットはアジア進出にあった。台北でのコンサートを通じて TK はその手応えを感じ、自信を深めていくことになる。僕が想像していたより小室哲哉という名前のなんかの期待っていうか、音楽に対してまあ新しいもの、とにかくすごく何か違ったものを求めるすごいパワーがあったんですよね。台湾での公演と時を同じくして放送を開始した小室魔力。 TK のプロデュースによるアジアの新人発掘番組、応募してくる女の子たちのパワーや音楽に対するひたむきさには目を見張るものがあったという。まあ、とにかく新しい力みたいな、息吹みたいなエンターテインメントのものをすごく必要としてた、なんかそれに応えたかったっていうのがあって、 TK の世界に対するエッジをさらに拡大させた出来事、それが日中国交正常化25周年記念の民間大使として北京、上海、香港の三大都市で行った記念公演グルーブミュージアム。日本を代表する音楽家とはいえ、特別大使として招かれるのは異例のことである。 TK の人気を裏付けるように、中国国民の平均月収にも相当する高額チケットは飛ぶように売れ、各会場とも超満員に膨れ上がった。 TK ファミリーに加え中国の人気歌手ともジョイント。TK のサウンドに中国語を乗せるなど、エッジの効いた新たなサウンドを披露した。世界に向けての第一歩として中国全土に最新の TK サウンドを発信したのである。1970年、大阪で開かれた万国博覧会、当時小学校6年生だった TK は東芝 IHI 館に流れていた電子音楽を耳にする。音楽家富田勲がシンセという楽器が存在しない時代に最新のテクノロジーで作り上げた曲だった。その数年後、シンセを使った富田の曲を聴き、 TK はシンセの虜となっていった。13だと思うんですけど、シンセサイザーを1台買ったんですよ。買ったっつってもね別にそんな貯金があるわけじゃないから、家のいろいろ家具とかですね勝手に売っちゃって、家にあったたまたまおじさんがなんか加山雄三バンドみたいなコピーをやってるバンドをやっててですね、でそれのギターとかアンプ売っちゃって全部勝手に、そのお金でシンサイドの一番安いのを買ったんですよ。それでもうそこからは3年4年はそのシンサイザー1台だけだったんですけど、で一応それだけ持ってで高校とか過ごしてたんですよね。 Since 1961、相当遡るんですけど、多分もう幼稚園の頃から多分なりたかったと思うんですよ、何かそういうものに。一応母親にバイオリンを一応習わさせられてたんですよ。で、まあ記憶はないんですけど、自分からやりたいって言ったらしいんですよね。で、幼稚園行ってた時にバイオリンの発表会とかあるわけですよ、とかあと練習とかそういうのための、で幼稚園を遅刻しなきゃいけないとか、あと早退しなきゃいけない時がたまたま何回かあったんですよね。でバイオリンにバイオリンのケースを持って、普通は幼稚園のバッグだけなんだけど、持って行って、
先に帰ったりとか後から行くあの快感はですね、未だに覚えてると思うんですよ。あ、小室君は演奏会でお仕事みたいな感じ。うん。でなんかね、さらになんかあの時時代でも僕タクシー乗ってなんか幼稚園からそのどっか会場に行った記憶があるんですよね。なんだかしんないんだけど一人で。まあお金は払ってないと思うんだけど一人で。いやそういうのをすごい憧れてたと思うんですよ。うん。そうもう一番強烈な印象としてはそこら辺あって。で演奏したという感じ。で演奏したのはせいぜいキラキラ星ぐらいですけど、その時のそれ聞こう聞こう、すごい音悪いのはもう今でも覚えてるんですけど、それからもう全然バイオリンはやめちゃったわけで、ね、ずっとそっからはなんかあんまりそういう感覚なかったと思うんですよね。でまた小学校の高学年になって、あの学芸会とかなんか謝恩会とか卒業式とかそういう時に一応なんか音楽の知識は少しみんなよりはあったから、音楽の先生がこれも多分わかんない、音楽のたまたまなんか休んじゃったりとかいない時、何て言うんですかね、こう自習授業みたいな感じで生徒だけでその時間を過ごす時間があって、そういう時に僕がこうパパパッと譜面書いて笛のアレンジ合唱と合奏とかね、そういうの何回かしたことあるんですよ。その時完璧にもうポジションは先生のとこですよね。で一応仕切ってるわけですよ。うん。なんでそれもちょっとなんか優越感みたいなのあったと思うんですよね。うん。そういうのとかこういうポイントポイントで音楽で自分がなんかこう優位な立場に立てるっていう快感をですね、味わっちゃってたと思うんですよね。何回かね。まだあと例えば、エレクトーンとピアノとバイオリンがあって3つ弾けるのは小室君だけだよとかいう話があって、じゃあ僕はどれを弾けばいいのかなみたいな感じで、まあ、その後は結構ずっとダメですけどね。ロックミュージックというかいわゆるポップスになったらもうやたら上手い子がたくさんいて、一度そんな優越感なんてもうぶち壊れたっていうか、もうギターリストだろうがキーボードだろうがうまい子はやったらいたわけですから、なんで当分そういう音楽ができるから優越感みたいな、こうちょっと優位な気持ちに心がちょっと強くなれるみたいなのは当分なかったですけどね。そうなんだ。
since 1973. 当時はもうブリティッシュロック一辺倒ですね。もうブリティッシュロックだけです。うん。グラム。since 1973. 当時はもうブリティッシュロック一辺倒ですね。もうブリティッシュロックだけです。うん。グラムロックとかいろいろそういう分かれて、ハードロックとかプログレッシブロックとか分かれたんですけど、ほとんど、ミュージックライフという雑誌があったんですけど、もうその世界ですね。死んじゃってる T-Rex のマーク・ボランとか、は結構ヒーローだったし、あとはキーボードで言ってたらキース・エマーソンっていう人であったりとか、もう数えたらきりないぐらいいましたね。高校はもう本当にちゃんとバンド活動してまして。今でも忘れ、覚えてます。イラプションっていうバンドで。で、まあ、小室君のこともすごく隣町に、すごくキーボードのうまい、人がいる、うん、結構うまいバンドがいる、うん、テクニックのあるバンドがいるみたいな。でイラプションっていう名前も知ってました。最初の印象はこいつ何人だろうという、日本人に見えなかったんですよ。で日本人っていうか、まず髪の毛が茶髪だったんですね。で高校3年生って聞いてたから、僕らの学校はすごく厳しかったんで、どこの高校行ってんだろうというぐらいこの茶髪で、で銀ラメの衣装を着て、でいわゆる彼は当時ELP っていうのが大好きで、今でも好きだと思うんですけども、キース・エマーソンっていう、まあ、を崇拝してまして、で全部全曲オリジナルで、僕らはもうバリバリの日本語、もちろん当たり前ですけども、彼らはもう全部英語で、だからそのなんか一目置いちゃってる感じです。ちょっとなんて言うんでしょう、近寄りがたいバンドで、確かにすごくテクニックもあったし、うまかったし、うん、ただまあ僕らもちょっと結構若かったし、カチンとちょっと切っちゃいましてね、友達になれないなと、うつと二人でひそひそと、こいつらとはちょっと友達になれ、ちょっと違うな、世界が違うなっていう話をしたのはすごくよく覚えてますけどもね。ただまあその後、楽屋で会った時はもうそのカツラだったんですね。金髪のカツラを取って普通の少年に戻ってて、そしたらもうすごくいいやつだ、いいやつというか、普通の人で、でなんかそれからもうすぐ意気投合してお友達になったわけですけど。Since 1976。東京の人じゃないと分かんないと思うんですけど、中央線沿の、ロックのやっぱりこうたまり場っていうか、ロックミュージシャンのたまり場が中央線の沿線はすごいあったんですよ。で僕、まあ、その中のやっぱり一つの駅の住人だったので、そこら辺でそのもっとさらに近いところで活躍してるか、プロとしてやってる人がたくさんいたんですよ、本当に。で僕もその中に一番下ら辺に入れるようになってきてて、で、まあ、そこで TM ネットワークの宇都宮君と木根君に会うんですけど、彼らの方がもうプロでしたから、彼らはもうスピードウェイっていうバンドでもうほとんど半プロ、セミプロの仕事活動してたんですよ、うん、なんでそこにちょこっと入っていく感じ、まあ、これはまた彼らから見たら全然違う印象だったかもしれないですけど。そうですか、プロとして見てくれてたんですね、まあ、それは初めて聞いた話ですけども、ちょうどトトというバンドがすごい全盛で、で、まあ、あれをみたいなのやりたくて、ツインキーボードって、で僕はまあピアノだったんですけども、そしてもシンセって名前得意じゃなかったんで、まあ、小室くんがもうやっぱりサンタまではスペシャリストだったん で、ぜひ弾いてくれないかということで、まあ、僕らがお願いして彼に手伝ってもらう形になったんですけどもね。なんとなくやってるっていう感じになってって、そのまま入っていっちゃったっていう。うん、まあ、全然ダメですよ、でも。完璧にダメですよ。もう渋谷のライブハウスとかでも、まあ、そのスピードウェイの人たちのお客さんに混じってたりとかで、次の時ちょっとやってよとか言って、ちょっと何曲か手伝ったりとか、そういうことですよ、完璧、うん、まあ、その頃から自分で楽器は運びませんでしたけどねなんか分かんない、誰が運んでたのかちょっと記憶ないんですけどね、まあ、その楽器を運んでたのが僕なんですね。ああいうタイプの人ですから、僕も初めてこう会った時に、なんかこう、華奢で、だから男の子なんだけども、なんか女の子っぽい感じがあるわけですよ。だから逆にこの男としてこう、
なんか甘いよ、俺が持つよっていうようなことをつい言ってしまうような得なタイプだと思うんですよね。だからそうは言っても彼も何もしないのもなんか悪いと思ったのか、いつものシールドをねシールドを巻いてはなんか巻かないな、巻けばまだいいんですけども、シールドを集めるようにしてぐちゃぐちゃにしてですね、ビニール袋に入れてですね、そのビニール袋はなんか運んでました。だから最後はもう目に余って僕も言いましたね、もうシールドもいいと、ぐちゃぐちゃにしてこうやって入れられちゃうと後でこんがらがっちゃって出すのが大変だから、シールドもいいからとね。